こんにちは、井上です。今日は MacBook Air 2022年の M2 チップの MacBook Air でメモリの 8GB と 24GB を比較してみようかなと思います。今手元に 8GB と 24GB がありますので、ちょっといろいろと比べてみようかなというところです。でこっちが 24GB でこっちが 8GB です。でそれぞれ同じようにアプリを立ち上げてみようかと思うんですけども、まず Google Chrome だと、まあこんな感じですね。若干24が早いかなって感じですよね。で Excel はどうかというと、これは24の方がまあだいぶ早いかなってところです。で実際それぞれ使ってみて、まあ 8GB よりも 24GB の方がやはりサクサク動いて、ちょっとした差なんですけども、やっぱり快適かなってとこはあります。ただメモリ 8GB と 24GB の差が、値段差としては56,000円なんですよね。56,000円ほどの差があるかっていうと何とも言えないですけども、これから1年2年使っていくことを考えると、まあ、私は 24GB でもいいかなと。でもう一つですね、今回 M2 チップの MacBook Air でいうと 256GB の SSD は性能がそれほど良くないという話もあって、実際数値を比べてみると良くないです。でその影響もあるかもしれないです。だから512GB のメモリ 8GB と512GB のメモリ 24GB を比べると、またちょっと結果が変わってくる可能性はあります。まあそういう事情もあります。で重いソフトで言うと、プレミアプロっていう動画のソフトがあるんですけど、ちょっと今同時には開かなかったですけど、まあそれでも後から開いた 24GB の方が早いですよね。で動画の書き込みソフトはそんなに変わらないです。まあ若干こっちの方が早い、24GB の方が早いかなっていう感じはするぐらいなんで、その CPU の差ほどは大きく変わらないかなとは思っています。あとはメモリを最も使うようなパラレルデスクトップと、こういう Windows を Mac の中で使うソフトでいうと、まあ、これを立ち上げるとメモリを3GB なり5GB なりを使うんで、まあ、そうなるとやはり 24GB の方がだいぶそこはメリットがあるかなというところではあります。今ちょっと同時にはできませんでしたけども、やっぱりこっち 24GB の方が、で私は今回パラレルデスクトップを入れて使うということを想定してますんで、まあやっぱりこっちの方が便利、 24GB の方がいいかなと、良かったかなというような感じです。で今の状態でこのアクティビティモニターってメモリの使用状況を見てみると、こっちが 8GB の方はもう 7GB 使ってます。でギリギリまで使っていて、こっちは 19GB で、まあ、5GB ぐらいほど余りがあると。でいろいろ見ていると、こっちで 24GB 目いっぱい使い切るっていうことはなかなかなくて、ただ 16GB でだと、私がこの一つ前の M1 チップの MacBook Air では 16GB、メモリ 16GB 使ってたんですけども、結構パラレルでちょっと遅くなるかなっていうことがあったりはしました。だから、まあメモリ選ぶときに、まあパラレルデスクトップを乗せて Windows も使いたいんであれば 24GB 選ぶ価値はあるかなと。で、512にはしといた方がいいかと思います。SSD の容量もパラレルデスクトップ結構使うんで、で普通に使うんだったら8と24の間の16でもいいんじゃないかなとは思ってはいます。ただまあ24GB の方が地味に効いてくるっていうところはあるんで、 16GB と8と24だと56,000円差なんですけども、16と24GB だと28,000円の差なんで、その差だったら私は24でもいいかなと今使ってみて思ったりはします。まあ今後そのメモリを多く使うソフトが出てくる可能性もありますし、あとはまあ M1 チップ M2 チップはそれほどメモリの性能を要求しないっていう話もあったりするんですけども、実際比べてみるとやっぱりメモリの差っていうのはそこそこあるかなっていう
影響するかなってとこはありますんで、まあ、ちょっとその今日のこの動画を見ていただいて最終的にどちらにするか、まあ、16か24だと思いますよね。で、じゃこれで同時に立ち上げてみますと、そうすると、まあ、24ギガの方がだいぶ早いですよね。でこれが起動だけじゃなくてその操作の時にもちょこちょこ出てくるっていうことを考えると、メモリ24、今回メモリ24まで選べますんで24選ぶのもあれじゃないかなと思います。ただ動画のスピードを、動画の処理速度、書き込み速度を速くしたいんであれば24ギガにするんではなくて、まあ、CPU がもっと優れたパソコンにした方が私はいいんじゃないかなと思います。まあ、こっちの自作のWindows のデスクトップの方がかなりパワーはありますし、そっちの方がはるかに動画の処理速度速いんで、やっぱり CPU 次第かなと思いますんで、はい、でですね、M2 チップの中で言うと、まあ、できれば、まあ、最低といいますか16ギガにしといた方がいいかなっていうのと、でもしパラレルデスクトップを使ったりちょっとした差がの積み重ねが欲しい方は24ギガにしてみるのも手ではないかなと思います。じゃあ今日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございました。